アリソン・ドゥーディは、アイルランド・ダブリン出身の女優、モデル。不動産事業をしている父親と、美容セラピストの母親の間に生まれる。三人兄弟の末っ子。修道院で教育を受け、ダブリンの美術国立大学にも在学していたが、後に退学している。カメラマンに見出され、モデルとして、キャリアをスタート。さらにキャスティングディレクターの目に留まり、85年に00、007。 美しき獲物たちで、ジェニー・フレックス役に抜擢され映画デビュー。撮影当時18歳だった彼女は、史上最年少のボントガールとなる。その後は、TV 映画などに出演した後、インディ・ジョーンズ、最後の聖戦でもメインキャストのエルザ・シュナイダー役に抜擢される。これを機に、ハリウッドに拠点を移し、いくつかの映画に出演するも、再びダブリンに戻る。 1994年にインディペンデントニュースメディアの CEO、ギャビン・オライリーと結婚し、家庭を優先するために、女優業から距離を置く。しかし、2003年のマイケル・ケイン主演作、ザ・アクターズへの亀名を出演をきっかけに、再び女優業への意欲に目覚め、2004年の TB 映画、キング・ソロモンの秘宝で女優復帰。女優復帰後は t v を中心に活躍している。 私生活では、キャビン・オライリーとの間に二人の娘を設けるが、2006年に離婚している。007美しき獲物たちで、ロジャー・ムーア、孤独のヒーロー、タフィンで、ピアース・ブロスナン、インディ・ジョーンズ、最後の聖戦で、ショーン・コネリーと三本の作品で、ボンド俳優と共演している。ありがとうございます。